ってありましたが、そうなんですよね、大事に行き過ぎたって感じしますよね、俊足の森上が追っていきます。あーっと取れません。さあそして1番の鳥谷、関本のスリーベース、端っ、鳥谷の当たりはレフト線を襲いますがファールボール。今年はねかなりあの引っ張った打球も多いですよ。それもありますもんね、はい、ファールヒットゾーンが広い広角バッターとなりました鳥谷。好調の鳥谷です。っていうところなんですけどね、はい、で今のあの3年目また飛躍の年鳥谷、緩いボールは空振り三振、鳥谷から三振を奪いました徳本です。ワンアウト、その後押しを受けて打席に2番の赤星、いい当たりは右中間へ、ツーアウトランナーなくなって3番のシーツ、タイガースにとっては大きな意味を持つ2点差つけました。この回は関本にスリーベース、赤星のセンターへの犠牲フライで1点を許しています。シースの当たりは左中、まあ、一番の右バッターのアウトコース良かったですからね今日ね。まずは外からバッテリーできますからね。じゃあ先ほどの浅井同様どこかでインコース突っ込むタイミングが必要なんですよね。あ、ここでインコース来ました、はい、ただね、これはね、ちょっとストライク取りに行くようなカウントじゃないですよ。あ、そうですか、はい、状況じゃないですよ。矢野も狙ってますか。あー、ストレートのフォアボール、タイガース勝ち越しのチャンス、9回の表。まずはストライクを取りました、はい、ここは開き直りですよね。あ、昨日悪かった分ね、余計開く、早く早めに開き直ることですよ。藤本打ち取った、カードが目白押しのフィファワールドカップです。さてタッパーで小倉で、左のリリーフとしては川本吉田の両ベテランがいて、最終的にはストッパーの福森と持っていきたいんですが、この回の最ここはピンチヒッターを連続で使ってまいりました原辰徳。これまでいい当たりは出ていたけどもヒットがなかなか出なかった、1本出てホッとしましたという昨日の当たりです。あ、そうですか。
ここは徳本に対してワンアウトではありますが、まず塁に出たいところです。この古木、実松ともに岡島との交換トレードで開幕直前にこの巨人にやってきました。岩立に変えてピンチヒッターがこの古木、懸命に食らいついていきます、うん、勝ち越され、はい、勝ち越され、流れ的にはすごいこのその楽天の流れのゲームなんですよね、はい、それを断ち切る変えるためにはどうすればいいでしょう。ピッターの亀井が9番に入っています。もしそうなった時には今度は左のリリーフが出てくるということも考えられる東北楽天です。ここは空振り三振、マウンド上の徳本が吠えました。気持ちが一人一人でもう野村監督といろいろ考えるじゃないですか。そうですね、もうこの時はこうしよう、はい、でそうなった場合にもしこの実松、楽天は1点差ゲームをものにしています。交流戦では1点差7勝4敗です。田村さん、はい、ここであの安倍の情報なんで、その状態を見ながらあくまで大事に至る前の未然防ぐということで今日は実松の起用になっています。ただ終盤に来て、はい、伊藤さん、フェルナンデスベンチに下がっていますが、フェルナンデスの情報も入ってきました、はい、やはり1回に受けたデッドボールが原因のようですね、はい、病院には行かずアイシングで様子を見るということです。あ、そうですか。あ、現在4番にはショートの沖原が入っているから得点源を失っています楽天です。楽天はもうこの1点の逃げ切り体制、痛烈の当たりはサードよく抑えています。1塁を送って草野から1塁へ、徳本が吠えましたよ、同じ点数が不安に感じたりするんですよね。マウンドにあと、まあ、従って巨人としてはもう追加点が何点でも欲しいというところでしょう。まあでも普通にいけばもう3点っていうとね、豊田が出てきてそこでまあそうやって、まあ三岡、開幕から全試合この巨人のバッターの中で1人出場しています。打ち上げました。あ、その可能性、ベンチから下がる時の雰囲気だともうお役御免かなっていう雰囲気が見えたけどね、後ろ姿を見るとね、まだ決まってないんだけどと思いますね。あ、そう、バッターボックスのイ・スンヨプ、現在3試合連続ホームラン、打ち上げました。これも内野ですよね、そしてバッターバス5番に起用された清水です。だからどちらかというと最初からこう勝ち越している方のチームのですね、後半での得点というのはね、はい、単なる1点2点じゃないですからね、9回は楽、ノートゥー、サードゴロ、フェルナンデス素手で取って一塁へ送球、3人で攻撃終了。さあ5番のディロンです。今日復帰したディロン、ノーヒットのディロンです。3回目のアットバット、外角ストライクです。ホームランも打って1軍に戻ってきたディロン、さあ2アウトフルベース、あっと打ち上げた、これはどうか、ファースト山崎が追っていくが4番がバントをしてつないだチャンスを生かせるかどうか。バットは止まった。3番手の徳本、ツーエンドワンと楽天バッテリー追い込んで、これはファウルです。ツーエンドワンからファウルがありまして投球5球目になります。打ち返した、センターに上がった、センターにも長くなりますからね、代打は田上、インサイド入っている、フェアだ、田上は二塁に進みました。ツーベースヒット、ナイスバッティングでした。
島村さん、はい、この金子選手ショート深いところ、スリーアウト。3連勝で今日勝って10連勝なのは、さらにその前の1961年、私の生まれた年以来になるという45年ぶりだそうです、ね、一時期日本ハムがこの3位争いからちょっと、ね、落ちかけた時期もあったんですけれども、はい、まあ、ここに来てね、楽天オリックスってちょっと元気がないという、乗り切れないチームと当たってるっていうのもね、はい、幸いしてる分。ただね、イーグルスとしてもオリックスが、目の上のオリックスがこれだけ負けてるんですから、はい、こういったゲームをひっくり返して取ると大きいんですけれども ね、いいボールです。外の変化だね、わからないですよ。特に千葉ロッテも矢蓋が本調子ではありませんので、ね、神田というピッチャーをうまく使って中軸を抑えました。そういう継投も見せたバレンタイン監督。あ、フォアボールで出してしまいました。で、左の福浦、こちらに考えるかなんですよ、そろそろヒットが出る頃と思うのか、ここ2試合ヒットが出ていない、今日もヒットのない福浦、本当に調子が悪いからここも抑えることができるのか、感じさせればストレートが投げたくなる、そうすればね、福浦がやっぱり少し楽になるじゃないですか、したことなんですよ、ね、はい、部分があるんですよね。そうすると体と目と違う動きをしてしまうんですよ。サードゴロ、ゲッツー取れるか、あっとちょっと一塁への送球それる、これはフェルナンデスから二塁、バッターはベニーです。ワンアウトランナー一塁、先ほどはレフトへヒットを打っています。やや詰まった当たり、なんとか同点で栗山がバッターボックス。まだゲームの方は後半分かりません。ファーストゴロはファールです。ハイバンドセンターへ抜けていきます。ノーアウト、十分ありますね。ノーツー、バントと決められないでしょ、はい、難しいですね。これはもうエンドランカウントですもんね、ストライクの欲しい徳本、もうスリーになりました。打席を外しながら見る、待てでもいいケースなんですよ。あ、待てでもいいですか、はい、ツースリーになったっていいから、ね、エンドランってボールダム振るとかありますから、はい、ランナースタート、キャッチャー二塁へ。そうでしょ、今ね、ほらちょっとボール臭い球を振ったでしょ、空振りされると今度監督困るんですよね、そしたらもう逆に待ての方が良かったと思うし、あの厳しい球ならね、はい、平尾は結局セカンドゴロ、ツーアウト。で今みたいな形で、まあもう自分のバッティングですよね。
当然あの甘い球来たら力持ってますから。今日は1本特大のファールがありました。ヒットは6月27日以来ありません。ちょっと抜かれました。114キロというケージの5対5同点です。今は2アウトランナーありません。もう出番がなくなってしまいました。ライナーはファールです。あの頃はまだね、あの結構あのゲーム数は出てましたね、まだスタメンの時期ですよね、はい、だって、はい、まあ、今年はというかね、はい、やはり多いんで。ピッチャーゴロ飛びついた徳本、スリーアウト。3打席目、ね、やってからですから。やってから、投げてからですからね、はい、あのバントはやってから、ね、でエンドランは投げてからですから、はい、この回先頭の隅田にはファーストゴロ。やはりフェルナンデスのサードに走ったのはやっぱり効いてきますからね。そうですね、はい、バッターボックス松中。この回先頭バッターの松中がバッターボックスです。ランナーはいません。高く上がる、センターアウト、ランナーなし。7回の裏、ラッキーセブンの攻撃はホークス。バッターボックスにはズレータ。昨日4調子悪い時はね、やはり1、2番だとか下位打線が頑張らないとね。そうですね、この2人いつも頑張ってきたわけですからね、こう今も見てますとズレータのカウントのストライク3ボールです。ストレートのフォアボール。繋がっていますと、はい、まあ、チャンスをもらっている立場だし気持ちで打って結果を出していきたいですと言い流していました。はい、打ち、ボールを始めました。セカンド回り込む、高いバウンドですが一塁間に合った、スリーアウトです。あ、まあ、多分見てるとは思いますけど ね、8回の裏の攻撃、ピンチヒッター本間からです。ベンチいてなんでだろうと思うことが裏にこうかかるとやっぱそうなんだっていうのは分かりますからね、はい、だから今の野村監督の状態。マウンド上は徳本、この本間、まあ、自分の力である程度前半頑張ってオルソも出ましたし、そうですね、やはり後半もやっぱり彼がある程度こう握ってくる部分はあるでしょうね、今月の25日で34歳を迎えます。
セカンドゴロ、ワンアウト。だけどそれはいずれは彼らにとって大きな財産になると思いますからね。そうなんですね、結果的にはまああまりいい結果出なかったんですけどね、でも1軍であのたくさん試合出たということはもう必ずいい結果になりのことを考えますやはり、ね、いやいや、まあ、本人もこういう形でたくさん試合出るとは思ってなかったでしょうしね、チャンスはあると思ってもね、で来年がまた勝負ですからね、それでいて結構新しいもの好きっていうのはありますけれどまあ聞いたらちょっと意味いいかもしれませんけどね、だからその辺の使い分けがやっぱり今年はうまかったかなというね。そうですね、まあ、実際例えば外野手、大村ですが、もちろん柴原ですが宮城ですが、はい、キャンプの時は一度ねライトに集めましたからね。そうなんですよね、見どころをセンターに持っていこうというのもありましたしね、はい、こう見せないというかね、いつの間にか勝ってるわっていうのは今年のホークスですよね。そうですね、だそれもやはり投手陣がしっかりしてるっていうのはあるんでしょうけどね、まあ、おそらく強いチームというのはその繰り返しなんでしょうね。そうですね、はい、ピッチャーがキャッチャーを作り、キャッチャーがピッチャーを作るという、はい、変わりませんからね。変わりませんからね、そうなるのはいいことなのかどうか、ちょっと分かりませんけどね、ショート塩川がさばきます。スリーアウト。徳本がこのバッターはこの回オリックスは村松です。レフト方向への打球、鉄平が打球に追いつきました。ワンアウトです。そうですね、あの北川選手のスリーランはまあ仕方がなかったかなという感じもしますけども、あの4回の表のそうだ、まあ、ツーベース1本で1点を取られてしまったということですよね、はい、ライト山村は降板しましたが、その後しっかりと最少失点に抑えることができるか。今シーズンは6月から1軍定着。しっかりと抑えています。ここのところリリーフで野村監督にアピール、防御率は 0.68。 清原を打ち取りました。フェルナンデスさばいて、おっと送球それている、間に合いました、ね、そうですね、先ほどの回よりは意識が過剰になることは間違いないですね、はい、で期待というか3点差にされたものを4点差5点差にやっぱり巻き戻したいという気持ちが強いですからね、はい、でセンターへヒット、さらに3打席目はセンターオーバーのツーベースヒット。回を0点に抑えて、この勢いをそのまま楽天に残したいところ。ライトの間、右中間を少し狭めて守っている楽天です。スイングアウトの三振、まずは今日当たっている中村を打ち取りました。そして左の後藤を迎えます。徳本は2番の村松以来のこの左バッター。もう後藤選手なんかの長所短所すべても把握してますよね、一二塁間、あっとファーストについている山下弾いてしまいました。記録はエラー。ずっ
ト打線の中で一番警戒しなくてはいけないバッターですよね、はい、今日のピッチャー選手に今度は繊細な部分で立ち向かっていかなくてはいけないんですが、そこの繊細な部分がどういうピッチングになるのか、はい、ちょっと見てみたいですね。楽天が7回の裏1点返しました。ハーフスイング、バットはスイング、球審がスイング、防御率は前回の時点で 0.68 です。ファーストランナースタート、その楽天のマウンドに徳本、差が求められるこのマウンド、徳本は2エンド3としています。スイングアウトの三振、この回2つ目のアウトを三振で奪いました。昨日今日のこの2連戦は本当にこう村上の、ね、チームがあるわけなんですが、まあ、流れをつかむのが確かにロッテはうまいですよねってことになりますね、惜しいだけじゃダメなんですよね。ダメなんですよね、中2日いて8月6日オリックス6月の東京ドームでのジャイアンツ戦で今シーズンの初勝利をマークしています。フェアになりました。今江は2塁へ、ノーアウト2塁となりました。武田安打、ロッテも10本のヒットを飛ばしています。ストライクが取れるっていうところが、ね、必要になってくるんですけどね。まあ、ローは一本、まあ、表情なんかはね、威圧感はかなりあるんですけれどもね、怖い顔してます。打球は一塁線転がっていく、セカンドランナーは三塁へ、ワンタッチってのあるんですよね、このプレーヤーはありますね、はい、腰を引かさすようなね、意識づけが必要でしょうけどね。急にちょっとミスコントロールミスしたらやっぱり危ないということでインサイドに見せてもいいとこですけどね。さあ堀を追い込んでいます。三塁ランナーこれでは突っ込めません。ツーアウト三塁です。決まります。ツーアウト三塁、ス
ハンドに切れます。サード正面、フェルナンデスがさばいてスリーアウト。マウンド上は4人目の徳本です。初球は外から入りましたということばかり考えていましたが、ノーシームとカットボールを覚えてピッチングが変わったと話していました。2球目は外れます。見えます、はい、はい、これはね、あのテレビ中継などでも島の人にも見てもらいたいし、この気持ちを大切にしたいというふうに話していましたよ。はい、リポーターは平方です。点差は5点あります。外れました。で、変わりっぱなの一人目をどう抑えるかっていうのもちょっと課題が出てくると思うんですよね。はい、その後ろに福森というストッパーがいるんですからね。その変わった徳本もグリーンをフォアボールで歩かせました。ツーアウト満塁です。バッターボックスは田中幸雄、引っ張りましたがファールボール切れていきます。っていうのをもっと考えた方がいいですよね。そういった投球がグリーンに対してはできませんでした。田中幸雄の打球は力のない打球、フラフラっと上がってウィットか島かぶつかりながらも、今シーズンは9試合来た時点で4勝5敗、少しずつ粘りも増して、そしてまた数字以上に内容も変わってきているというイーグルスの今シーズンです。残されています。徳本がしっかりと抑えていきたい下位打線、金子誠からのファイターズの攻撃です。3勝1敗という成績でした。防御率は 1.37。 2007年の目標に40試合は投げたいということを言っていました、この徳本。また上空強い風が吹き始めました。レフトに常に強い風が吹いていました。この風を味方につけて8回、セギノールがホームランを打ちました。金子の当たりも高々と上がる、レフトが見上げた、フェンスを越えました。金子誠の今シーズン第1号、この9回に生まれました。今のは風があったとはいえ大きなホームランを金子が飛ばしました。まあ、今日は大きなホームランの試合の中でも大きな意味を持つホームランが2本ファイターズに生まれています。登って厳しいんだなっていうのをこう、そうですね、見せつけられますね。はい、だからストライクを先行していくっていういかに大事かということは分かりましたよね。はい、さらに徳本は1-3からの1球甘く入ったところを金子に運ばれました。森本は今日2試合ぶりのヒットを打っています。しかしイーグルスは9回は1番バッター鉄平からの攻撃が始まります。セカンドゴロ、ワンアウトになりましたというタイプですが、こちらはこう力で押すようなタイプですよね。力で押しながら、まあ、緩いボールを、織り交ぜますよね、4回先頭バッターの内川、今日がプロデビュー戦のルーキー内藤、初球を打ってセカンドゴロ、簡単に2アウトを取りました徳本です。感じでね、ボールがこう体に向かってきそうな感じするんですよね。三振。7番から始まるところ、下位打線をきっちり徳本、ルーキーをスタメン起用したり若い選手を起用しての戦いになっているベイスターズです。先頭バッターの石井はファーストゴロでワンアウトです。まあ、種田も2番の小池も打ち取りました。いや、1番いろいろこう来たんですけれどもね。さあ、徳本少し苦しみながらも鈴木を打ち取ってスリーアウト。これで徳本は4回5回
打ち上げてし、当てるだけになりました。しかし足の速い東で、それでもアウトになりました。ランナー三者残塁です。ね、はい。セカンドゴロ。ダブルプレー。当たりはよく。外のスライダー三振。しかし空振り三振。取り組んでの犠牲フライで1点を許しています。シースの当たりは左中、早めに開きになることですよ。藤本打ち取った間がいて、最終的にはストッパーの福森と持っていきたいんですが、この回の最初そうなった時には今度は左のリリーフが出てくるということも考えられる東北楽天です。ここは空振り三振。マウンド上の徳本、楽天はもうこの1点の逃げ切り体制。痛烈な当たりはサードよく抑えています。一塁を送って草野から一塁へ、徳本が吠えました。よく全試合この巨人のバッターの中に1人出場しています。打ち上げました。現在3試合連続ホームラン打ち上げました。これも内野ノートゥーサードゴロ。フェルナンデス素手で取って一塁へ送球。3人で攻撃終了。打ち返したセンターに上がった。センターにショート深いところ、スリーアウト。反響してしまうんですよ。サードゴロゲッツー取れるか。あっとちょっと一塁への送球それる。これはあのフェルナンデスから二塁。やや詰まった当たり。そしたらもう逆に待てるのが良かったと思うし、あの厳しい球ならね、はい、平尾は結局セカンドゴロ、ツーアウト。で今みたいな形で飛びついた徳本、スリーアウト。3打席目バントはやってから、ね、でエンドランは投げてからですから、はい、この回先頭の隅田にはファーストゴロ。高く上がる、先頭出していきたいですと話してました。はい、打ち行く。セカンド回り込む、高いバウンドですが一塁間に合った、スリーアウトです。セカンドゴロワンアウト。3試合出るとは思ってなかったでしょうしね、チャンスはあると思ってもね、はい、ちょっと分かりませんけどね、ショート塩川がさばきます。スリーアウト。徳本がこのレフト奥への打球、鉄平が打球に追いつきました。ワンアウトです。そうですよね、はい、ライト野村監督にアピール、防御率は 0.68。 清原を打ち取りました。フェルナンデスさばいて、おっと送球逸れている、間に合いました。ディック楽天です。スイングアウトの三振。今日全てもう把握してますよね、一二塁間、あっとファーストについている山下弾いてしまいました。記録はエラー。スイングアウトの三振。この回2つも、ね、怖い顔してます。打球は一塁線転がっていく。セカンドランナーは三塁へ追い込んでいます。三塁ランナーこれでは突っ込めません。ツーアウト三塁です。
サード正面、フェルナンデスがさばいてスリーアウト。変わった3人目、徳本。かけた塩川からまず高須、一塁送球も間に合いました。まあでも振ってくるんじゃないかと思うんですけどね。この低めの変化球を打たせて打ち取りました。やはり高いバウンド、塩川から一塁送球、最後はタッチプレーになりましたが、さあ2-2から空振りの三振、最後は低めの変化球でした。1番の佐藤智明、引っ張った、落としている、投げられません。記録はサードの、そういったあたりから野村監督の信頼を買って、ここスイングアウトの三振、ワンアウト。サードへのゴロはフェルナンデスが逆シングル、リックへ渡って、これで2アウトになりました。今度は甘いコースでもちょっと楽になってくるんですよね。はい、最後は空振り三振、9回のソフトバンクラス。ファーストランナー川崎がスタートを打っていきました。さあ打ち取ったあたり、徳本が一塁へ懸命に投げました。スリーアウト、引っ掛けてゲッツーだけはやめてほしいんですが、あー、セカンド選手は右足首大事を取ってとのことです。わかりました。4回ランナースタートに進出しました。かつては帝京でキャプテンをしていました、はい、その投げれるようになってきましたよ ね。それがこういう防御率につながってきてますしね。はい、ワンアウトになりました。悪いですけれどもね、抑えの方で福森がもう一つパッとしないという部分がある、どうもされているんでしょう。これもややバット、ランナーはスタートを切る、空振り三振、しかし俊足の速さが盗塁成功。捉えた当たりだ、剣士追い、セカンドゴロ、バットが ファーストゴロ、ここは徳本が打ち取りました。スリーアウト、ランナー2人残塁です。そうですね、高いバウンド、キャッチャーです、一塁へ藤井がさばきました。ワンナセカンドへのゴロです。回り込んでいった高須、一塁に送りました。これで2アウト。外の球、バットの先でした。センター、これは定位置です。